エレン、行かないで。追いかけないと。追いかけて、あの女を殺して、エレンを。待て、落ち着け。一旦離れろ。この距離を保ったまま奴を追うぞ。うなじごとかじり取られていたようだが、エレンは死んだのか？生きてます。目標には知性があるようですが、その目的はエレンを連れ去ることです。殺したいのなら潰すはず。目標はわざわざ口に含んで逃げています。だといいな。目的を一つに絞るぞ。まず女型を仕留めることは諦める。皮膚を硬化させる能力がある以上は無理だ。エレンが生きていることに全ての望みをかけ、奴が森を抜ける前に救い出す。俺が奴を削る。お前は奴の注意を引け。了解。救援要請、無視はできねえ。チャンスだ。やつを削って消耗させるぞ。やつを殺すことを諦めるんですか？やつは仲間をたくさん殺しています。言ったはずだ。目的はエレンの救出だぞ。確実に救うためにやつを疲弊させろ。それほど速力はないように見える。なんでこうなるの？私このまま死ぬんじゃ。俺は今女型の巨人を追っている。邪魔な奴らを排除してくれ。わかりました。まとめて私頑張ります。絶対にエレンは生きてる。縁談、苦戦してやがるのか。綺麗暮らしやがって。やる。そう、また巨人が現れたのか。巨人を呼びやがったな。助かった。俺は先に奴らを倒す。ミカさん、お前は女型を追って足止めしておけ。了解。絶対に逃がさない。撤退命令が出てるってのに巨人に囲まれて動けねえ。やる。面白い暮らしやがって。行く。体勢を立て直す。
周囲の巨人の討伐を頼みたい。はっ、全力で任に当たります。エルヴィンの判断通り補給しておいて正解だった。まとめて相手してやる。救援要請無視はできねえ。片付いた。次は女型だ。何が起こってやがる。くそ、俺はどうしたら。助かりました。体中かっさばいてやる。おとなしくしてろ。無事なら手伝え。周囲の巨人を倒すんだ。任せてください。やってやりますよ。なんだ、苦戦してやがるのか。失った。一体何が起こってる。どうしたの、バケ。邪魔だ。おとなしくしてろ。手を貸せ。周りの巨人の排除を頼む。リヴァイ兵長、了解しました。まとめて相手して俺の敵じゃない。やる。面白い暮らしやがって。まとめて相手して。おとなしく。巨人を呼んだか。ヤツがまた走り出すぞ。逃がさない。エレンは私が助ける。手は来るなよ。行く。了解。そう暴れるな。何度も削いでいられるほど時間がねえ。まとめて相手して。まとめて相手してやる。やつの回復が追いついていない。あと少しだ。俺の敵じゃない。悪いな。悪いな。
エレンは絶対に生きてる。絶対に生きて助ける。暇もない。まとめて相手してやる。エレンを助ける。絶対に。まとめて相手してやる。どうする、バケモン。やつらを何匹殺そうとエレンを救えなきゃ意味がねえ。手間するなよ。おとなしくしてろ。どうしたの、バケモン。エレンを返してもらうぞ。俺の敵じゃない。行く。もう一歩も進ませない。お前を殺しエレンを助ける。焦って戦えば命を落とす。手は出すなよ。よく。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。
愛した。今は休んで。もうじき壁につくから。早朝から出てったと思ったらもう帰ってきたのか。たく、こいつら何しに行ったんだよ。エレン、耐えて。うわっ、かっけー。あんなにボロボロになっても戦い続けてるなんて。リヴァイ兵長殿、娘が世話になってます。娘に見つかる前に話していることが。娘が手紙をよこしましてね。父親としてはですな、あいつもまだ若いし。エルヴィン団長、今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか。死んだ兵士に悔いはないとお考えですか。今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。Yeah.